主役主役だよ。どうもどうも。本日は私の生誕祭にお越しくださりありがとうございます。本当にね、思ってたよりたくさんの人に来ていただけてとてもとても嬉しいです。幸せです。ありがとうございます。そうだな、初めて一人でレッスンとかも行って準備してたけど、やっぱりすごいすごい不安だったんですけど、まあちょっとね、外れちゃったりとかちょっと失敗したことからあったんですけど、皆さん、フォロワークは楽しんでいただけましたでしょうか。あ、喋り終わった。出演してくださったアイドルさんたちも本当に本当にありがとうございます。そして、ね、こうやって準備してくれた皆さんもありがとうございます。おめでとう。アイドルになって1年ですね。まさかあなたがアイドルになってアイドルになるなんて夢にも思いませんでした。ステージに立っているあなたはいつも笑顔です。でも物販になかなか来てもらえず一人泣いていたこともありましたね。それでもそれでも今やっと本当に少しずつだけど父ちゃんいいねという言葉をいただけるようになってきて嬉しく思っています。あなたの努力が報われることを心から願っています。あなたは私たちの自慢の娘です。今日この日を迎えることができて本当によかったね。感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張ってね。ずっと見守っています、ママより。こそって教えてもらって、これだけは絶対父ちゃんにバレたくないと思って必死で隠してでね、こっそり映らなきゃ最初読んだ理由もう楽屋でうるうるしててやばいなんかありますか。ママにですか。パパとママに本当に私たちもね、トワちゃんと出会わせてくれてありがとうございます。本当にこんな素敵な幸運でいただきありがとうございます。本当泣いちゃった。やばかったね。やっぱ無理だったわ。読めるかなーって感じ。1行目からもう。なんか前に言うとく、前に言うとく。まだもう一曲あるのでね、あとで集合写真撮りたいから、結局終わったって集合写真撮りたい。